昆布を。はい、そういう半径じゃないの、ね、嬉しい。あ、お、あ、ぐずぐずいってきました。ここから8分、ここから8分です。さとみつえりなのラクラククッキング。さあ始まりました、はい、佐藤みたいでございます。よろしくお願いします。松井やりなでございます。お願いします。この東大のね YouTube の方で、はい、この動画コンテンツとして新しく始まったんですけども、どういう動画かと言いますと、はい、まあ、えりなちゃんが、うん、このお料理をですね、まあ、健康で楽しく、はい、こう食べられる料理をお手軽に楽々料理するところをですね、こうお届けしようという番組でございます。はい、で僕は何かっていうと、あの終わった後にちょっとだけこのお片付けのですね、お情報をお届けするという。いいですね。やっぱその食べてね、料理作って食べてで終わりじゃないですよと、うん、なるほど、お片付けも、うん、そこまでがもう料理。そうなんですよ。そうでしょ。そう、本当にそこまでが料理だから。だからそこも含めてちょっと、うん、あの皆さんにもね真似していただければなと思うんですけど、はい、やっぱあのエリナちゃんはね料理にすごいこだわりあるじゃないですか、うん、はい、どの辺に一番こうこだわってるんですか、料理は。私は食材を選ぶところから料理だと思っております。はあ、もう何でもいいわけじゃないんだ、やっぱり。そうなんです。なんかこのお野菜はどこからいらっしゃったんだろうかっていうのを考えていらっしゃったの、尊敬の念が感じられるもんね。そうなんですよ、もうね、本当に、うん、もう一つ一つこう心を感じて感動しながら毎回あの料理をしているわけです。調理を、食材を選ぶとこから始めて、うん、でそれをこう組み合わせて、うん、その健康で美味しい料理を作るっていう、はい、また美容にもいいっていう。ああ、そうか、美容も大事か。もちろんです。なるほど、はい、今日ちなみに作っていただく料理は、うん、はい、どんな料理ですか。もうエリナご飯の基本の木です。基本の木、エリナご飯って言ってね、はい、いろいろブログとかでもアップしてますけど、すエリナご飯の大きなテーマって何ですか。大きなテーマは、うん、あのまあ、昔ながらのこう家庭料理なんですけど、うん、一汁三菜でなんか旬のものを。一汁三菜は待って、一お味噌汁と汁、ね、飲み物ってことね、はい、うん、三菜っていうのは、まあ、メインがあって副菜2つ2品とか。ごめんね、なんかバカみたいな質問しちゃって。一汁三菜ね、まずね、はい、が基本だと。そうです、うん、でもう本当になんか簡単な調味料っていうんですかね、あるもので素材を生かした料理。そんなに強烈な味付けとかはせず、あ、しないです。素材の味を引き出した、はい、そうです料理と、はい、そのエリナご飯の今回は基本の木なわけだ。基本の木をお伝えしたいと思います。なるほど。ちょっと張り切っていろいろ持ってきちゃったんですけれども、うん、まあ、楽しみそうですか。じゃあもうぜひ皆さんのこの、はい、お家でね真似していただきながら、どんどんじゃ健康になって。そうです。美容にもこういいという、なんか心も豊かになるようなお料理を作っていきたいなと。やっぱご飯が美味しくて健康だとテンション上がるもんね。そうですよね、うん、なんか明日への活力になるじゃないですか。大事だね。大事です。元気になってもらうってのも大事だね、この東大の。東大さんのね YouTube だから見てる方にもとにかく元気になってもらおうっていう、暮らしに根付いた。あ、大事だね。そね、また私あのお掃除、さとみつさんのお掃除も大好きで、さとみつチャンネル見ているのですごく楽しみです。そのままで、じゃあ本当にね最初に言っときますけど、僕のブロックはおまけです大事ですおまけですけど、お手軽に短時間でやっぱ洗い物とかちょっと大変じゃないですか。大変なんですよ。なんかそこをちょっとお手軽にできる技を持ってきてますので。嬉しいです。はい。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、料理に参りましょう。はい。今日の献立は、三つ葉と鶏胸肉のサラダ。鶏胸肉のスタミナ焼き、梅肉添え、そしてきんぴらごぼう、キムチとぬか漬けと海苔の佃煮。なめこと玉ねぎのお味噌汁、白米です。今日この動画見ながら同時にやれば、うん、そのようにできるという。あ、そうです、そうです。あ、わかりました。そう、ただ一つそのお米の浸水させるかさせないかっていう。浸水っていうのは、お米を30分ぐらい水につけてあげるとちょっとふっくら。あ、事前に。はい、おっと、するので今、はいはい、こんな風に。はいはい、あ、これを炊く前にやっとくといいんだ。やっとくといいです。やらなくてもいいんですけど、やっておくとよりちょっとふわっと
ふっくら炊き上がるっていう。そこから知らなかった。そうなんです。お米の量はこれは今何合？1合です。1合に対して水がちょっとはみ出るぐらいというか、そう、浸かるぐらい。なんかお米のその品種によっていろいろなんですね、結構水加減って。なんかそれも難しいけど楽しい。なるほど。なんかお米の性質を知っていけるから。まあでもオーソドックスな場合、大体こうつけておくといいっていうのは全般的に、まあ、全般的にあります。なるほど。そう、新米だとそんなつけすぎなくてもいいかなっていう。じゃあ20分30分ぐらいつけるといいかなっていう感じですね。分かりました。はい。で、水の量もそのお米によって様々なんですけど、だいたい今日私は1対1、1合に対して 200ml。 まあ本当好みですね。ちょっと柔らかめが好きだとお水多く入れたらいいし、このぐらいですね。で、私はここに昆布を入れます。ポイントとして昆布を入れることによって旨味が出るのと、あとお腹満腹になるんですよ、うん、昆布入れるとちょっとのご飯で。ああ、こういうちょっと食べ過ぎちゃったりするのもね、うん、防げるというか。そうなんです。味わいがあるからこうお腹いっぱいになってくるともあるのかね。そうなんです。で、これを炊飯器じゃないんだね。はい、そうです。炊飯、もちろん炊飯器でいいんですよ。炊飯器でいいでもいいんだけど、これよりやっぱその味が変わる。鍋で、はい、ちょっと鍋で炊いてみようかなって。うまく炊けなかったらそれはすいませんということで。コツありますか、鍋で炊く。鍋で炊くコツは時間を計るです。もう時間だ。はい。なるほど。何分？これ3分ぐらいすると湯気バーってなっていくので、そうするとその後とろみにして1合だと8分ですね。なので8分測ってくださいって言ったら測ってもらっていいですか？まだですよ。あ、まだ。このグツグツって言い始めてから8分です。わかった。はい。だからそれまでは強火ぐらいですね。この鍋底から火が出すぎない、うん、なるほど、うん、程度の火加減です。さあ今日はですね、メインのおかずに鶏胸肉を使っていくんですけれども、まず鶏胸肉ってちょっとパサパサしがちなんですね。それを軽減するために 200ml のお水に 10g のお塩とお砂糖を入れております。そのお水に漬け込むと鶏肉がしっとり柔らかくなります。へー。はい。なのでこれをだいたい、まあ夜のうちに漬けとくでもいいし、その20分前とかにも漬けとくでもいいんですけど、長く漬ければ結構柔らかくなります。へー。はい。あ、おあ、ぐつぐついてきました。ここから8分です。8分お願いします。とろ火にして8分です。なんだ。はい、8分経ったら教えてください。その後15分なので。なるほどね。はい、まず8分経ったね。はい。ということで、タンパク質って筋肉作るって言われますけど、もうこう火を通したいので。いいこと言いますね。勉強した方がいいから最後の方作ると。はい。